利根坂にて義景と決別を果たした光秀は信長と共に近江へ向かい、浅井長政の本拠小谷城を包囲する。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。長政の覚悟に応えるべく、天下一新を推し進めるべく、信長と光秀は浅井との大一番に臨む。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。様子はどうだ美月。ダメだ、二人ともこの前より思い詰めた顔してる。俺がやってきたことは本当に親父のためになってんのかな。俺たち忍びはきっちりと任務をこなすだけだ。それを積み重ねてりゃいつか織田殿も笑顔になるさ。そうだよな、ありがとう桃地さん。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。天下一新阻ませはしない。さて景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。ついに織田勢が攻めてきたか。俺は絶対に負けない。よし、一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。兵を指揮する俺と信長殿いずれが引いても、この戦敵方の勝利と心得よ。圧勝して浅井に力を示さねえとな。味方の戦力も削がれないよう気をつけねえと。敵兵はあらかた片付いた。よし、砦に火をかけろ。開門。あの砦、不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。登録兵を出せ。開門。おいら出番だ。どりゃおりゃ。他にも手頃な砦があるじゃん。じゃんじゃん燃やしていくぞ。そこか。敵将、おいらが討ち取った。砦の制圧だったようだ。進軍を再開する。開門。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。打ち尻。いい調子みたいだ。散らかせよ。聞かせていただこう。よし、この間な。火をつけろ。開門。どれ。よし、あの砦を攻めるぞ。少しでも親父のやつ。手に立たねえと。そこか。
こう一ついただきた聞かせていただこう。この技俺にも教えてくれよ。向こう一ついただきた開門。そこか。この砦を落とすのが我らの役目、ご助力を願いたい。いいよ。織田の軍勢が近づいてきた。これし、じゃあ進ませるわけにはいかない。開門。クールくん、姫のため、これは俺が食い止める。打ち尻。オイラが打ち取った。打ち尻。これ。よっ。お手柄です。アルシ。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。ここを絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。一。無事か。俺も共に戦うぞ。やっちゃおうか。長政様、敵を押し返した。やはり二手に分かれて攻めてきた。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。開門。を読まれていたか。別動隊が危ない。火星に向かわなくては。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。我らの出番だ。敵をかく乱せよ。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。オイラの出番だ。開門。そこか。本丸への道も開いた。進軍するぞ。織田の者ども、ここを抜けたくば、柴田を倒していけ。柴田の旦那、おいつ様を守るのが仕事なら織田に戻るよう説得してくださいよ。峰が己の意志で決めたこと、俺がとやかく言うことではないわ。打ち尻。打ち尻。よう、お前死にに来たのご活躍。叶う相手ではなかったか。
分子だって分働きしないとね。いい調子みたいだ。叶う相手ではなかったか。見事、さらに精進せよ。よし、このまま本丸までかけよう。浅井勢の戦意は衰えない。だがここが正念場だ。ひるまず進め。ガッテン承知。散らかすよ。敵ガッテン承知。敵の増援は北へ向かったか。ならば我らは迅速に本丸までの道を確保するぞ。開門。打ち取ったよ。叶う相手ではなかったか。やりますね、クレンシー。耐えきれず引かせてもらう。オイラの出番。うん、いいよ。おやーおやーぐやー。信長殿の足を引っ張るわけにはいかない。速やかに進軍せねば。どくなし、入れ。敵将、打ち取ったよ。狂わなんだか。もののふとして、一層励みなされ。開門。本丸までの道は開けた。先を急ぐ。なあ、光秀さん、これで本当にいいのかよ。長政殿が折れない以上やむを得まい。相応の覚悟なくして天下一新はならない。あの道は進めば信長殿と交流できるかもしれないが。お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。合点承知。合点承知。やっちゃおうか。私の志でもあるんだよ。自分の心を偽るなんて私にはできない。俺も最後までお供しましょう。開門。打ち死に。見上げたものだな。打ち死に。打ち取ったよ。開門。おいらの出番だ。よっ、へっ、へっ、こりゃー。よっ、これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。海には指一本触れさせん。こりゃー、そこか。船が戦場に立つ限り全力で守るのみ。打ち死に。手柄はもらった。いやあ。任された。開門。
調子みたいだ。効かない、絶対に。やっちゃおうか。ここで倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。お市殿、その覚悟に俺も応えよう。遅れを取ろうとはな。長政のみ。行くぞ。開門。散らかすよ。よ、敵将撃ち取ったよ。来たな、俺はあんたに下る気はねえ。絶対にだ。どこも愚直なやつだが、長政、これ決着をつけさせてもらうぞ。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦おう。長政殿、吉影様、光秀、俺は最後まで抗ってみせる。散らかすよ。ここまでか。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな、あんた。所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。わかってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は、花一つねえ地獄だけだ。因果応報、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ、忠告、痛み入る。うわっ、くしょひ秀吉殿、先ほどはなぜあのような口添えを。身内とはいえ初段をせねば周囲に示しが。勘違いすんな、別に情けをかけたわけじゃねえ。ただ使える手駒は残しとくべきと思っただけだ。この大谷での一戦を経て、織田の名はより一層広く天下に轟いたに違いねえ。おいらたちも一層気を引き締めねえとな。使えるもんは何でも使ってのし上がってやろうぜ。ああ、天下一新、俺の刃はそのために。よう、またしょげてんのか、美月。
桃地さん、親父変わっちまったよな。昔の親父なら血のつながった妹にあんな冷たいこと言わないはずだ。はは、何を言ってんだ美月。実の弟を殺した男が身内に優しいわけねえだろ。え？弟を殺してその子供を忍びの里にこそこそ捨てるやつだ。裏切った妹なんざへとも思ってないだろうよ。ちょっと待ってくれ。その子供ってまさか。待て、お前知らなかったのか。てっきり俺、お前はジップの敵に取り入って首を取る魂胆とばかり。どうやらお前の耳に入れるべきじゃなかったようだ。この話は忘れろ。これ以上苦しみたくなければな。俺はそんな話は信じねえぞ。よし、これで種まきは済んだな。あとは花が咲くのを待つだけだ。進むぞ、光秀。天下一心をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。すべては天下一心をなすため。その子俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。